はい、どうもこんにちは。平塚 YouTube バーシンです。えー、平塚市ね、コロナウイルスの患者さんがね、結構今、どんどん増えてきているという状況ということで、今、えー、平塚市で、ね、どれくらい流行っているのかというのを今回紹介しようかなと思います。えー、結構まあ注意喚起動画なんですけれども、えー、早速ね、えー、7月の、ね、13日から、えー、最近の17日までをお伝えしようかなと思うんですけども、えー、13日がですね、えー、105人ですね、 次、14日が173人、15日が81人、16日が207人、17日が178人ということで、5日間を合計すると744人ということになるようです。で結構ね、あの、これペースがね、かなり早くてですね、もう東京もなんか毎日1万5か五千人みたいなことになっちゃってるみたいで、いやーなんか気づいたらこう、 コロナウイルスがまた猛威を振るっていたという状況かなという感じなんですけれども、えー、結構ね、月、今年の2月、2022年の2月時点で、平塚市がね、一、えー、1ヶ月で3493人ということで、結構2月ぐらいはね、まあ、僕も、さすがにかかるだろうなと思って、こう、ペイペイの、あのー、コロナ保険とかに入ってたりして、結局かかんなかったんですけども、まあ、ウイルスは、あのー、ワクチンを打ってるんですけどもね、あのー、そんな感じでね、 えー、まあ2月がね、結構しんどかった印象があったんですけども、今7月がですね、5日間でまあ740人ぐらい出ちゃって、まあこのペース結構行くと、まあ1ヶ月あたり、えー、を回した時に今4500人ぐらい出そうな感じですね。まあ大体ですね、それで、えー、まあその一番ひどかった時まはプラス1000人ぐらいの規模になっちゃうのかなというところで、 まあ最近ね結構まあみんな危機感が薄れてきたというか、ぬわあるかなというところで、まあ、結構ねあのコロナウイルスたくさん患者さん出ていても、まあなんかライブとかを普通にね、開催されるし、まあそれがなんか悪いというわけではないんですけども、まあこう七夕祭りとかもね、やりましたし、まあ去年のこうまあコロナウイルス始まった頃にね、 もう毎日100人、170人とか出てたらね、もうみんなもうびっくりで何もやらなかったと思うんですけども、まあ今こんな状況になってきてね、まあちょっとまあ風になってきたのかなという感じはあるんですけども、まあそれでもやっぱね、えー、コロナウイルス名前は消えずなので、えー、今もどんどん増えている状況ではありますね。で結構ね、ちょっと理由をね、調べては見たんですけども、なんか BA.5 っていうね、なんかオミクロン株の一種のものがね、えー、今めちゃめちゃ大流行しているということで、結構感染力が強い、 感じで、えー、猛威を振るっているみたいです。あとはなんか冷房の、えー、夏で冷房してて、なんか冷房の風をね、こう外に逃がさないために、こう換気がね、ちょっとね、えー、以前よりね、えー、回数が減っているというところで、えー、ちょっとね、コロナウイルスが蔓延しているのではないかというのね、NHK の、えー、記事でありました。 えー、という感じで、えー、平塚市の、ね、最近の、えー、コロナウイルスの事情でした、えー。コメント欄でね、ぜひね、あのー、近くの小学校がこう、閉鎖しちゃったよとかね、学級閉鎖しちゃったよとかね、あのー、幼稚園、保育園とかね、閉鎖しちゃった情報とかあればね、ぜひ、えー、共有していただけます。幸いです。えー、以上、平塚、以上、バシンでした。では。